諸君、なんかクスクス言ってましたが、マジです。君たち後悔しなさい。笑うような曲ではなかったんです。まあそんなことはわからないからね、まあそういうギャグじゃなくてね、そういう気持ちでこの曲作りました。みんなありがとう。さあ、それではこのね、愛すべき仲間たち、みんなでね、最後にラインナップして締めたいなと思います。これだけの人数がね、一列に並ぶとなかなか壮観なものがありますよ。さあどうぞ皆さん前へ。これだけのね、大きなホールじゃないとね、たまにね、両角なんか2列になっちゃったりなんかするときあったじゃない。できれば横1列がいいよね。だから本当にこういう大きなところでできて、なんか感無量といった感じです。さあそれではちょっとこのマイクを、あ、ちょっと待って、今旗が刺されて、ちょっとね、まだ H の文字は埋まってませんが、今日のところはこれが完成形になったようです。これをバックに、じゃあみんな最後にサンドフライズンキングダムで締めたいと思います。いいでしょうか。2階席も3階席も生きてますか。さあこの恒例のサンドフライズンキングダム、みんなで心を合わせて行ってみたいと思います。それではいいかい、行くよ。サンドフライズンキーだー、ありがとう。ありがとう。ですね、何をね、最後だからね、一言ぐらい何かみんなに挨拶をしてお別れにしたいのですが、何をはね、今日みたいな日に何を言うのがふさわしいのか、いろいろ考えるのですが、なかなかね、答えが出てません。例えばですね、このバラ、これだけのね、数が集まるのは本当になんかすごいなと見て、みんなもおおっと思ったと思うんだけど、僕もね、初めて見た時にね、おおっと思いました。こんなに、なんだろうね、いっぱいのバラ、なかなか見ないじゃないですか。だから、なんだろうね、その本当にこの数にも圧倒されるのですが、このバラっていうのはね、ただのね、装飾品じゃないと思うんだよね。まあ、見ようによっちゃただの装飾品なんだけども、僕はね、知ってるんですよ、このね、一輪一輪にロマンがあるということ、ね、まあ皆までは知りませんが、想像します。できるところまで想像します。一つ一つにはロマンがあります。なのでね、なんて言うんでしょう、これだけのロマンが集まったことにね、非常に何か心を揺り動かされるようなものがあります。そしてですね、まあ自分への戒めみたいなところもあるんですが、みんなにじゃあ今日はちょっとこういうことを話そうかな。例えばね、みんなあると思うんですが、手に入らなかったもの、もしくはなくしてしまったもの、ね、あると思います。そういうものをね、数えて嘆くのはやめよう。できればね、今持っているものの数を数えようじゃないか。例えばこれだけのバラがある僕には、そうして何だろうね、見つめてみると、実はね、気づいてないけど持ってるものなんかもあったりすると思うんだよね、気づかないうちに。そういうものをね、気づかないうちに手に入らなかったもの、なくしたものとか、そういうものばっかりを見て投げたりするのはやめようと。できるだけ自分の持ってる、まあ、幸せだったり何だったり、そういうものをね、かみしめていけたらいいなと思います。そして、まあ、このバラは
形というかこれだけの数なんですが、何でしょうね、変な話ですがこのバラが例えば火災にあって燃えたとしますね。で燃えてもねなくならないと思うんだよね。このバラはね僕の心の中にもあります。だからね、まあ、燃えちゃったら悲しいけど、たとえ燃えてもね僕の中からはなくなりません。そういうものをねみんな見つけていけたらいいんじゃないかな。そしてね今日本当にこれだけの諸君に集まってもらって、そしてこれだけのバラがね集まってこういう形になって嬉しいんだけども、このバラがねもう100も200も1000も2000も1万も2万も100万も1億もね増えても構いません。形がないのでね何本でも僕は抱きしめられます。そういうものをね何か本当にみんなにもらった気がします。だからねこれは本当に嬉しいんだけど、もうなくなっても多分大丈夫、僕の心の中に残りました。それを言いたいがためにこれだけの時間を費やしたという結果になってしまいましたが、本当に皆さんありがとう。さあ名残惜しいのですが生誕祭明日もあります。ね、みんな明日も頑張ってこのね H の字を完成させて、そうすると昨日 S の字を完成させたみんながいたんだなということがね明日の人にも伝わると思います。そういう今日の1日目と2日目が合わさって何か初めて完成する一つの生誕祭、そういう形になんかできればいいなと思って明日も精一杯頑張るつもりなんで、みんなもね今日明日見に来る人もいるかもしれないけども、このまま帰って明日あんまり会社とかないか休みなのか、でも明日からもねみんないろいろ頑張ってください。サンドファイズもこれからも頑張っていきます。本当にありがとう。それでは諸君また会いましょう。行くぞリオン。